お疲れ様でした。この間ブラックバスを取り逃した相棒が、キノコ大嫌いなんですよね。それで舞茸だけは食えるって始まって、ふざけんなって思って、キノコ嫌いなくせになんで舞茸食えんだよって話ですよね。そこであれですよ、やりましょうよこれ、これ舞茸天ぷらにして、あいつかき揚げ大好きなんですよね。だからこれも混ぜ込んじゃいましょうよ。それでこのもう崩れていじけたグズグズの、もうスカスカ、これ裏べにホテイシメジ、これ入れちゃいましょう。混ぜ込んじゃいましょうね、かき揚げに。あとこういうやつ、金茶風船、ちょっと葉っぱついてるけど、もういっちゃいましょう。多分食っちゃいますね、あいつ。あとこれ上り竜の頭ですね、上り竜タコ、これも入れちゃいましょうよ。もうバーッと、じゃあちょっとやっていきましょう。これ入れちゃいましょう、かき揚げに。かき揚げ、あとこれも、これ細かくして入れちゃいましょうよ。わかんないですよ絶対。これ入れちゃいましょう、葉っぱついてる汚れが入れちゃおう。で手で裂いた方がいいですよね。でちょっと水絞って、でこんな感じで混ぜ込んじまえばわかんないですよ、変色野郎は。絶対。よし、いいんじゃないですか。これで混ぜちゃえばいいですよ、こうやってガーッと。絶対わかんないですよ多分。よし、これでちょっとかき揚げ、で、あと天ぷらね、天ぷらやっちゃいましょう。見てやがれ変色野郎。ちょっと油入れようね。お、忘れてた、あと舞茸ご飯で、これには裏べにホテイシメジ入ってますね。でこれも入れちゃいましょう、クズ。これも細かくしちまえばわかんないです絶対。金茶風船のクズを入れちゃいます、絶対わかんないぞ。で今回は本人がいる前で、種明かししないで動画見て気づくような感じでやりますか。それで今回はさらりと終わっちゃうんですけど、まあちょっと食ってる様をちょっとまあ見ていただいてね。間違って食っちゃうと思うんですよね多分。間違えてっていうかもうアホだから。あとこれの、これ上り竜竹、これもどうすかな、これこっちか。これでいきましょう。お、いいんじゃないですか。よっしゃ、そろそろいきましょう。ちょっと粉つけて、でこうですね、天ぷら粉、もうね、ものすごい好き嫌い多いやつなんで騙しがいがありますね。よし、いきます。バー、もうね、取ってきたもんは全部食えないです。だからうなぎとかもあんまり好きじゃないみたいだし、釣ったうなぎ、なんとかニジマスが食えるかなってぐらいじゃないですか多分。バーン、まあ変色野郎ですよ本当に。エビ、甲殻類一切食えない、エビ、カニ、
だからね、まあ、あれですよ。いつもこうして騙して食わしてるんですよね。いろんなキノコ。黙ってる時もあるし、何日かしてから ネタ明かし、種明かしして。まあ面白いっすよ。そういう遊びも。おお、いいっすね。なんでそのマイタケしか食えないとおかしいっすよね。キノコ食えんじゃんって話っすね。よし。でこれはもうキッチンででかいのあげてきちゃいます。これは、うん、あいつでかいの喜ぶんで、もう目で騙します。今度見た目で。よーし、じゃあちょっと行ってきまーす。あー、香りがたまんねー。ものすごいいい香りですね。揚げてる時もすごいわ。天然舞茸、よし、できた。ちょうど来ましたね。外叩いてる今。よし、うん、ちょっと玉ねぎ焦げちゃってるけどしょうがないですね。多分食べちゃいます、あいつ。よし、うん、今進行中だからね、動画の。じゃーん。で、何今日これ俺、うん、なんかもうそうじゃん、ね、腹減ったべ。いや、はい、じゃあ飯いらねえぞ。命に感謝。おい、命に感謝。はい、お疲れ様。はい、うん、さあ食え。さあ食え。俺も食う。じゃあいただきます。砂大丈夫？砂、砂とか砂だ。あ、その辺は大事に決まってんじゃん、洗ってっから。んよし、いただきます。うめうめえうめえべ。すげえうめえ、すげえうめえ。うん、あ、すげえうめえ。ゴリゴリうまい。これどこの部分？これ何これ？これはお前が好きだから、玉ねぎと人参合わせて舞茸。うん、うまい、うめえ。いやいや、よかったな。あ、ご飯炊けたぞ。いや、ご飯いらねえよ。ちょっと食えば、ご飯も。あ、で、かき揚げはうまい。うめえな、うめえな、舞茸。あーし、じゃあちょっとご飯、ちょっと様子見るか。よし、どうだ。じゃあ、うまい。マジうめえ。マジうめえ。マジうめえ。よーし、じゃあ、いきまーす。じゃあ、わお。舞茸ご飯。すげえ、いい感じじゃん、これ。香りが、そっち行っちゃってる、香りが。すげえな。あ、ちゃちゃちゃ。あ、え、マジこれ天然。うん、おこげできてるよ。少し食うべじゃん。うん、いただきますって。いただきます。舞茸だけ好きってのもおかしいよな、キノコ食えないくせに。まいったよな、そりゃ。お前から食うよ。でもキノコはダメなんだろ。うん、取ってきたの一切ダメなんだろ。ダメダメ。うなぎは嫌い。釣ったの嫌い。嫌いまでいかないけど、うん、ライギョは食ったことねえ。ん、食ったことねえ。ライギョ食ったことねえ、うん、食いたくもない。ちょっと俺もいただいてみます。いただきます。おい、あっちぇ。うん、熱すぎて味が飛んだ。どう？でもうまいべ。まあいいよ、うまい、うん、ほら、うめえな。うん、舞茸です。うん、釣った。なんでこれだけ食えんだろうな。知らねえ。不思議だよな。うめえもん、だって、うん、他のキノコって変な味がするで、苦かったり、うん、なんか臭すぎたり。
これ優しいんだよ、味も匂いも、うん、分かる？俺の言いたいことん？味も、うん、匂いも優しいんだよ、舞茸ってすごく食いやすいの。へぇ、椎茸とかだってさ、くせーでもう食った瞬間、あーちょっと駆動さが嫌だってこと？そうなんだ、あのキノコのあのなんあの匂いとあと苦味とかさ、うんうん、あれがダメ。あ、そうなんだ。じゃあ裏辺にホテイシメジはダメなの？大っ嫌い。大っ嫌い、うん、一本締め大っ嫌い、邪魔だ。チャレンジして、うん、あの吐きそうになった。うん、うん、バター醤油で焼いて、うん、食ったらもううぇー、なんだよそれ。あの料理法によって食えたりするんじゃないの？またいやー、うん、食いたくはない、二度と。あの苦さと、そうなのか、うん、あれ特に苦いじゃない、うん、ピッポンってうめえな。俺ちょっと天ぷらも食うよ、うん、いやマジ天ぷら超うめえよこれ、うん、やばい味、あのにお前さって匂いが全然違うもん。そんな好きなら舞茸ハンターになれんやん。舞茸だけハンター。今日俺舞茸行ったらさ、取られてたもん。どこ？あ、ちょっと、うん、なに、あ、例のない育てじゃばと。いや、やられた。あ、例の明日が、ん、明日のハンターに。いや、違う違う、多分不動産屋のおやすさんの方。そう、お前の動画見て狙ってたんじゃない？あ、多分あそこだぞ。多分。やらないや、うん。まあこの辺でちょっと締めるか。なんでもいいけど、うん。ゆっくり飲もうよ。あとは。じゃあちょっとこの辺でね。またよろしくお願いします。飲みますね、もう。じゃあ、はい、いただきまーす。はい。はい。じゃあお疲れ様でした。あー揺れちゃったまた。